届けするニャニャニャネコマリオタイム。夏真っ盛りな今日この頃、毎日暑いけどみんな夏バテしてないかにゃ。外に出るときは帽子を忘れずにね。水分補給も適度に行うといいわよ。今日最初に紹介するのは任天堂 3DS ソフトメイドインワリオゴージャス。5秒で終わるシンプル操作のプチゲームを連続でプレイしてクリアを目指す瞬間アクションゲームだにゃ。例えば鼻毛を抜くゲーム、うわくだらない。三つ編みを揃えるゲーム、これまたくだらないわ。鼻の穴に指を突っ込むゲーム、本当にくだらないわ。脇をくすぐるゲーム、ミミズを水たまりに入れるゲーム、歯に挟まったオムライスを取るゲーム、なんかがどんどん出てきて遊べちゃうんだにゃ。くだらないくだらないわ。でもこのくだらなさ、なんだか癖になりそう。ボタンで遊ぶピコピコ、本体を回すぐるぐる、画面を触るタッチ、マイクに息を吹きかけるフーフー、いろんな操作のプチゲームがなんと300種類も遊べちゃうんだにゃ。300種類？名前に負けずゴージャスね。チャレンジモードではプチゲームをいろんなルールや遊び方で楽しめるんだにゃ。例えばこのワリウォッチでは制限時間内に一つでも多くのプチゲームをクリアしてハイスコアを目指すんだにゃ。早くクリアするほど残りの制限時間が増えていくのね。続いてこっそりゲーマー、お母さんにバレないように隠れてこっそりゲームを遊ぶんだにゃ。ちょっと猫マリオ、お母さん来てるわよ。こんな時は寝たふり。あー危ないとこだったにゃ。お母さんはいろんなところから現れるから気を抜いちゃダメだにゃ。え、嘘でしょ、テレビから出てきちゃった。まだまだあるにゃ。ガチャコロンではゲーム内でもらえるコインを使っていろんな景品をゲットできるんだにゃ。その数なんと200種類。うーん、こっちはゴージャス。せっかくだから景品で手に入るミニゲームをちょっと遊んでみるにゃ。まずはピョロ。豆を食べるだけのシンプルなゲームなのに奥が深いのよね。なるべく高い位置で豆をキャッチするのがポイントだにゃ。続いてサイン会。まるでスターになった気分でサインができるんだにゃ。ノートにゲーム機、 T シャツにってトイレットペーパー、こんなのもあるにゃ。アフレコ、ちょっとやってみるにゃ。えらいこっちゃ。お客さん降ろしたんはええけど、完全に宇宙戦争に巻き込まれてしもた。めっちゃレーザー飛んでますな。うわっ、あっぶな。こらー、どこ狙っとんねん。やるじゃない、ネコマリオ。私もやってみるにゃ。間に合いまへん。えらい目合いましたで。さへん。え、あいつら許さへん。ドリブルバズーカのようや。かしこまり。え、あかん、すぐカットなったらあかんで。さっき、ああ、やられたままで黙っとれるか。ボケ、押せよ押せ。いい感じ。冷静に。最後にもう一つ、プチゲームの一部をプレイできる体験版が任天堂 e ショップで配信中だにゃ。最後までゴージャス、早速やってみるにゃ。について詳しくなってカービィ博士になっちゃおうっていうこのコーナー。今回は星のカービィスターアライズの無料アップデート第2弾で登場したドリームフレンズたちを徹底調査だにゃ。まずは星のカービィ64からアドレーヌ&リボン。アドレーヌは筆で絵の具を飛ばしたり、キャンバスに描いた絵で攻撃したりと、お絵描きが得意な女の子なんだにゃ。あら、カービィのアーティストの能力と同じ？のんのん、アドレーヌはカービィよりももっとすごい絵が描けちゃうんだにゃ。嘘でしょ？描いた絵に乗って戦ってる。
仲間の妖精リボンの力で空も飛べちゃうにゃ。2人のチームワークならどんな困難だって乗り越えられるにゃ。星のカービィ鏡の大迷宮からダークメタナイト。メタナイトのそっくりさん？姿はよく似てるけど、鏡の力を使ってメタナイトとは全然違う技を繰り出せるんだにゃ。ダーク三連切りからのエッジスマッシュ。相手の技を跳ね返すミラーズ回転切り。敵を切り刻むダークキャリバー。かっこいい。まだまだ。エッジアッパー。ダークスパイラルからのエッジメテオ。ミラーズウォール。ダーク分身。ダーク分身円三連ムーンショット。ミラーズエッジ。とにかくもう盛りだくさんってことね。星のカービィ参上ドロッチェ団からドロッチェ。世界中のお宝を探して旅をするドロッチェ団の団長さんね。トリプルスターにフレアボム、そしてアイスレーザー。かつてカービィを苦しめた技で敵と戦うんだにゃ。さらにドロッチェ団の仲間たちも参上してドロッチェの冒険をサポートしてくれるにゃ。次に紹介するのは任天堂スイッチプロ野球ファミスタエボリューション。シンプルな操作で野球本来の駆け引きが楽しめるファミスタが進化して帰ってきた。スピード勝負のストレートに左右に曲がる変化球、そして縦に落ちるフォークボール。フォークにうっかり手を出して空振りしてしまうのはファミスタならではね。さらにピッチャーごとに特殊な決め球も使えるにゃ。ところで進化って何が変わったの？まずは使える選手の数が大幅アップ。なんと1000人以上。プロ野球チームはもちろん OB の選手や球団マスコットに加え、女子プロ野球に女子ソフトボールリーグ、東京六大学野球など多数の独立リーグも参戦。そしてジョイコンをお裾分けしての対戦プレーでは、ジョイコンを振ってピッチャーが投げる、バッターが打つという直感的な操作も可能。これでホームランを打った日には気分はもう最高ね。さらにオリジナル選手が作れるファミスタファンタジーを搭載。ファミスタファンタジー？フィールドを歩き回ってアイテムを見つけたり買い物したり、敵とバトルしたり。まるで RPG じゃにゃい。野球と RPG を組み合わせるなんて斬新ね。バトルはバッティングで勝負。壁に跳ね返すと攻撃力がアップ。さらにこの黄色の球パワーソウルに当てると攻撃力がさらに倍増。フィールドの地形を見てどこに打つか考えるのが大事だにゃ。そしてファミスタファンタジーで育成した選手は最強のチームを目指すドリームペナントで使用可能。他にもオンライン対戦や携帯モードで楽しめる野球版などてんこ盛り。まさしくエボリューションね。私はどんな選手を育てようかしら。今日の放送はここまで。今回はスプラトゥーン2で最近新しく追加された武器を紹介しながらお別れにゃ。
それじゃ